どこです。このね、扇風機なんですけどね、すごい黄ばんでるってですね、汚ねえなって思ってですね、まあこれを白くしたいなっていう休日ですね。でこれウレタンっていう素材がなんかもう素材自体が黄色くなっちゃうみたいなんで、なんか磨いたりしても白くならねえっていうことで、もう上からペイントするしかないのかなっていうことで、ヨドバシカメラでこのガンダムのスプレー買ってきたんで、これで扇風機白くしていこうかなっていう試みです。まず部品を分解してホコリを取っていきます。近くにあったサランラックとクレンザーで磨いています。近くにあっただけなので深い意味はないです。結構ホコリが取れて汚ねえなと思いました。続いて本体もクレンザーで磨いて分解して養生テープを貼ります。外に出て新聞紙を引き、黄ばんでいるプラスチック部分にスプレーしていきます。そして乾かして組み立てたのがこちらです。確かに黄ばみが目立たなくなって綺麗になりました。でも途中でスプレーを使い果たしてしまったので、細かいところを見ると少し粗があります。2本分ぐらい買って二重に濡れた方が良かったですね。ひとまず綺麗にできたので良かったです。